石川です。草加さんの違った一面が見れてとても面白かったです。で、やっぱりそのイルミネーションのスープがとても印象的で、そちらの方の質問になってしまうんですけれども、その、スーツを着ていてかなり目立つと思うんですが、なので一番着ていて良かったことと悪かったことを教えてください。はい、良かったこと、良かったこと、まあ、そうですね、良かったことといえば、まあ、出会いですね、出会い。この格好してると、まあ、街歩いてて、手振るとみんな手を振り返してくれる。で、こんばんはって言うと挨拶をして、そこで話が始まって、で、まあ、結構可愛い子とかいたりするんですが、まあ、デートに誘ってもなかなかうまくいかないんですけども。そういう、まあ、出会いが生まれるというのが一番いいところですね。で、一番良くなかったのは、基本、まあ、このスーツ自体は熱を持たないんですけども、まあ、スーツですから結構暑いんですね。で、夏場、7月、8月は原則的に、まあ、お休みにしているんですが、まあ、例えば横浜トリエンナーレのオープニングがまあ8月とか一番暑い頃だったので、それに来てやっぱり行った時に、脱水症状を起こして倒れそうだったというのが一番良くなかったですかね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。前に最後草加さんの一言さっき、はいはい、ですね、お茶会の方は、6月のですね、20日、21日、同日、それから27日、28日の同日、1日7回、朝11時半がスタート、で、午後は1時から1時間おきにスタートして、もう、おとといぐらいに Facebook に、イベントを撮影して、公開していますけれども、もう結構予約が入ってきちゃったので、ぜひ皆さんにもね、ここに一緒にアトリエを共有している皆さんにもお茶を飲んでいただきたいと思いますので、予約をされる方は早めに私の方までちょっとお申し込みいただければ、今のうちでさらに確保できますので、どうぞお気軽にお声掛けください。はい、では草加さんありがとうございました。では最後。